不道徳教育講座は、三島幸男の評論、随筆。三島の純文学作品では伺えない基地、逆説、笑いにあふれた内容で、人気が高い作品である。知らない男とでも酒場へ行くべし、人に迷惑をかけて死ぬべし、スープは音を立てて、給付べしなど、世間の良識的な道徳感や倫理に反する、タイトルが、 それぞれ70章に及ぶ各章に付され、中国の24項をもじって、親不幸の話を並べた、伊原最閣の本庁20不公式パロディに習っている1958年、雑誌、週刊名星7月27日創刊号から、翌年1959年の11月29日号まで、連載され、その間に映画化、小畜新喜劇化、 連続テレビドラマ化もなされた。単行本は、前半部が連載中の1959年3月16日に、中央公論社より刊行され、続編は、翌年1960年2月5日に刊行された。文庫版はかどかは文庫で刊行されている。なお、暗殺についての章は、初版単行本以外は、削除されている。翻訳版は、 韓国の理事明役、中国の陳礼薫、ふるさと分けで行われている。三島が、作中冒頭で説明しているように、不道徳教育講座は、伊原西閣が、中国の24校をもじって、襟に襟った、親不幸者の話を並べた、本庁20不幸に習ったものである。三島は、自分を親高校だと思うことが高校の始まりだから、西閣の本は、 なかなか気があると説明している。また、書簡から10年後の1969年、前、続編の合本の単行本観光の際に三島は、例の安保闘争より2年前の世相を反映しているから、今から見ると何かとずれていることはやむを得ないとし、書簡当時の毒が薄まり、逆に常識性が目立ってきたが、自分がその中で言おうとしていた趣旨は、 今日も適用されうると信ずるとして以下のようにも語っている。この本を多少真面目に読んでくれる青年のために深えなければならぬことは10年前の日本が今よりもずっと偽善の横行していた社会だつたということである。その花持ちならない平和主義的偽善を打破するためにはこういう軽薄な逆説、多少品の悪い揶揄の精神が必要だったのである。 もちろん私はこの本を軽い気持ちで、面白おかしく、落語家的漫才師的サービスさえ加えて、書いていたのであるが、その気持ちの裏に重い苛立ちのあったことは否めない。もっとも、そんな苛立ちを、わざわざ読み取りつてもら、不必要はないので、ただ、楽しんで読んでもらえば、それでいいのかもしれない。どんな時代にも無害な悪意は人を微笑ませるものである。三島幸夫 後書き、不道徳教育講座は、不道徳とつきながらも、無難なユーモラスの範囲のエンターテイメント性のある、評論として、当時も、好意的に受け取られ、大衆演劇や、テレビドラマなどの本案作品も生まれている。不道徳教育講座の連載中、新道住高は、かつての破滅型の太宰治などに代わって、三島ら、不道徳教の教祖が、 現代女性のアクセサリーになったとし、不道徳を唱えても、世の中から追い出される心配はなくなった時代で、無難な頃合いの不道徳を進めていると述べている。不道徳教育講座を、現代日本文学の歴史に残る、洒落た、そして根源的なアフォリズム集だと評する、奥野竹雄は、三島の純文学作品では表されない、普段の三島が、ういうの中で見せる、 基地、エスプリ、ユーモアが存分に盛り込まれ、世間に隠された一面が発揮されている楽しい作品だとし、女大学式の抑圧的な道徳講座を風刺し,したり、三島得意の心理分析や洞察力で、悪や革命や虚無へ向かう、人間の現存在の深淵を、ちらりと垣間見せながら、独自のレトリックを駆使して、反逆の牙を巧みに抜き、結局は、 健全道徳を容認し、その知恵や真実を賛美するような結論の流れになっているとして、以下のように解説している。死は誠に、見事な手品死であり、いかに優等締めかしても、結局は健全な良識人であることをここでも、評判しています。不道徳は、真の道徳教育になります。死は、真面目、人間なのです。死の視点は、この、 不道徳教育講座のさらにはるか先にあるもっと深い何かを見出そうとしているのです。作者はこの時まだ34歳の若さでした。みんなを楽しくさせながら、ただしを超えないところに現代への鋭い風刺が芸術への同型が遊びの中に表現されています。奥の竹を解説そして奥のはこの解説から三年後に三島が自決したことから 改めて、やはり三島は、真面目な、あまりに気真面目な人間だったのだだと述べ、全く古びない、不動徳教育講座の気の利いた文章の中に、三島が、自身の死や、その先の遠い未来までを見つめている視線を感じるとし、美しい星の中で、三島が主人公に固くして、地球人の美点を歌っている部分を引きつつ、この五つの美点は世の中に、 有効なものではない無効なものゆえに尊い地球人類は芸術家だというのです。不道徳教育講座の先にあるものはこういう深い逆説的な考えだったのですと解説している。不道徳教育講座1959年に1月9日、風切り。モノクロ1時間29分。不道徳教育講座フジテレビ。ありがとうございます。